説明の質問を。あのすいません、ご所属をちょっと言っていただけますか。日本医師会総合政策研究機構の畑中です。私このシンポジウムに出なかったんですが、意見としてですね、比率をさらに検討する必要があるとの指摘が多数出たというようなことも聞いております。だからこの3に決めたというですね、その辺の比率について、もっと大きなその比率の実績値っていうんですか、そういったものがその大気中とか土壌とか、そういったところで出たと聞いてるんですけれども、なぜこの3に決めたのかというようなこと、その辺についてちょっとお聞きしたいんですけども。1月のシンポジウムの中で、ヨウ素セシウム比についていろいろ議論がなされたところでございます。で、確かに土壌中やですね、大気中、また生態内に取り込まれた量、この比がですね、かなりばらつきがあるということで議論はされてございます。で、3にした設定についてはですね、資料の7ページ8ページにございますけれども、基本的にはですね、ホールボディカウンターの測定値のでですね、ある要素とセシウムの比があるですね、データをもとにですね、推計してございます。資料の8ページにございます、横軸、ちょっと端折りますけど、横軸の方にですね、飯舘村での測定値の結果から推計すると、2弱から3.5ぐらい、また川俣では2から4ぐらいの推計値が出まして、それをもとに、3ぐらいの値が適切ではないかということで設定しているものでございます。その様々な値がございますけれども、その時に弘前大学の発表もございましたけれども、やはりこの設定値をいくつに設定するかということで穴ばらつきが出るということは承知はしてございます。で、はい、ただご指摘のように大気中や土壌中の比をそのまま使うのがですね、適切かどうかというと、かなりの議論がそこはあるのかなというふうに考えてございます。失礼します。もう一つセシウムとヨウ素のいわゆる拡散の仕方が、ヨウ素の方がかなりこう揮発性が高いということで大気中が多いという話だと思うんですけれども、そのヨウ素の方の広がりとセシウムの広がりの方向性が違ってたんではなかろうかと、この辺については多分まだそのモニタリングポストの結果が出てないんで明らかではないと思いますから、ですからその浜通りの南の方にですね、拡散した可能性も十分考えられるということもあるので、ですから決めつけるのはいかがなものかと。3に大気中が1対10とかですね、そういうことであれば1対3ということに決めつけるのはいかがなものかというような感じがしますけど、でしょうか。これについてはですね、確かにいろいろなご意見はあるかとというふうに考えてございます。で、最後の結論のところにもですね、多くの不確定さがあってですね、さらなる検証が必要であるというふうなことはでございますけれども、ご指摘のようなことも踏まえて検討していくということは必要かと思っております。ただですね、そのシンポジウムの中でやはり議論になった中でですね、やはり最終的には実測値に戻るものだろうと、実測値がベースにですねやっていくということが基本になるであろうというご指摘がありまして、かなりそういう意味では実測値と比較しながらですね、検証していくというのが重要ではないかというふうに考えてございます。